皆さんこんばんは、前田明チャンネルです。今日はですね、アウトサイドで昔のチャンピオンだった、リョウ君にですね、パンクラスに挑戦して、まあ、チャンピオン目指して、頑張るというんで、レクチャーとかもテクニックとかいろいろ教えてくれます。今日練習相手の方が一人、はい、これね、昔朝倉未来に勝ってるんですよ、これ足勘で。で、今度ね、朝倉未来の弟子入れって言うんでねじゃあもうちょっと朝倉未来の弟子入れでも負けられんだろうって言って、で、ちょうどいいから、まあ、一緒に行って練習しようよって。で、彼にもね、もうちょっとなんか、いろいろ今ちょっと大芸人やでね、そういうのあったんですけど、ちょっと大芸に対してちょっと面白いやり方がいっぱいあるんで、もうそれも含めて教えたいと思います。はい、以上です。よろしくお願いします。はい、行きます。これ全部あれできるんだよ、こううちの選手は使わないんだけど、これ見てパネットやられたら目も当てられないから。で、逆にどうやって防ぐかっていうのも教えるから。ここまでの軌道は同じな、そうなんでいいんだよ。はい、で、前蹴りは普通の今やれてもみんなこんな前蹴るけど、そうじゃなくて、そう当たってく、はい、そうそんな感じ。ダメ、当たる瞬間まで前蹴りなんだよ。当たる瞬間まで前蹴り、こうやって、はい、でね、パンチってなんかさ、相手のこうやって中心線を元にしてさ、はい、な、このパンチは絶対追えない方向ってさ、だから自分がどこに立ってるか。でもこれはもうバカなんだよ。こうやってこうやって分かるでしょ。でもやり放題ですね。あっちのパンチ全部、はい、誰かに教わったわけじゃないんですか。そう自分でやった天才です。試合中は全部上目遣い。はい、出ないとお前、はい、練習なれへん。バセリングピース何言ってんのほんでな、マスパーってやれよ。マスパーどうぞ。マスパーやれよ。つけますな、みんなな、勘違いしてる。マスパーって何の練習してる。何を一番大事に覚えたの。練習してるだからもうバスパーだからって言ってた。アホか。この100万人やっても練習なんない。ちゃんとバチンと踏み込んで、お互いにバチンと踏み込んで、お前も、はい、やる方も受ける方も、はい、でちゃんとパンチを遠く距離で、はい、もうこれぐらいで当てる、はい、これぐらいで、はい、練習の動きは試合するよ。はい、もうしっかりで、しっかり、はい、体の覚え方のためにしっかり、はい、やってみるとどんどん速くなっていくから、はい、大きく速くやる、はい、練習の時は正確に大きく速くやる、はい、分かった、はい、相手でもレスリングの時来ましたね。こいつでしょ、はい、あ、こいつどうでしょう。で、関係ないよ。はい、するとお前も強いから大丈夫よ、はい、お前も強いから大丈夫よ、全然強い。どうぶっ壊すか。あ、ジェイク君だったやつ、バカすぎる。もう全部であざがすね。これが得意なんですよね。絶対こうやって、もうでもね、ジェイ太郎ね、今日の子供にから壊すね。俺もかわいそうだから。わかんなかったね。ケアしても涙もできるだろ。こういう俺なってもこれの何個する壊れる、はい、俺ね、これやらないことなんだよ。だからここ折った後なんだよ。ああ。押さってみ。あ、そうする。ここなんかへこんでますけど。でしょ。でも何回なんですか。分かんない。もう暗かったから分かんない。暗かった。暗かった。これ一応使えるんですか。使えるよ、バンバンだよ。これ全部あれできるんだよ。うちの選手は使わないんだけど、これ見てパネットやられたら目も当てられないから。で、逆にどうやって防ぐかっていうのも教えるから。
ありがとうございました。どうぞ。負けたら全て失うって全然大丈夫やろ。負けても負け方があるじゃん。もうどうせ負けるんだったら相手に一矢報いたらいいんだよ。相手壊す。負けてもいいから相手壊すと思ったんだよ。でお前はもうお前に勝つためにみんなに努力する目標だったんだよ。ミクルだってそうじゃんけ。お前に負けて、そう、お前に勝つためにもう散々8回ってさ、お前はそういう対象だったんだよ。何言ってんだよ。お前が負けるときは相手が壊れるときだよ。結果は二の次だよ、二の次。練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。この間手術してもらったお医者さんのとこ行って、もう今ほぼほぼ治ってるってことで、試合の許可もいただきました。何の支障もなく、はい、ですね。今回対戦相手西谷大成さんですね。はい、朝倉さん の弟子という触れ込みになっておりますけども、はい、まあ怖いのがあれで初めて半年ってたんですよ、格闘技を、はい、半年で感じだったらこの2ヶ月ね、はい、もっと強くなってんじゃないかっていうので、はいはい、ちょっと油断できないなっていう、簡単に勝てる相手じゃないなっていうのは感じてますね。ちょっと SNS の方で富士さんのこと舐めてるっていうような発言もありましたけど、はい、実際、試合がもう今月末ぐらいでしたっけ。11月1日です、ね、11月1日ですか、はい、じゃあもう今一気にコンディション整えて、はい、今日前田さんからちょっとまたいろいろ教わったりとかで、かなりベストな状態に持っていけるっていうような感じですかね。はい、はい、だいぶなんか前田さんに声かけてもらって、はい、で技とかいろいろ教えてもらって、はい、ちょっと自信がついたなって、本当に来てよかったなっていう。じゃあちょっと試合楽しみにしてますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。滝田選手はもうそうですね、昔からやっぱり結構活躍されてる選手 でやっぱり強豪の選手ともやってますし、タイトルマッチも何度も経験していて、経験がすごく豊富で、自分 の, こうそのグラップリングワールドにこう引き込む力がすごく強い選手だなっていうふうに、いう印象を持ってます。まあ、対策も、まあ、吉永さんが向こうサイトにいるっていうのはこと考えたら、対策だったりとかっていうのも多少、うん、揃ってられてくるかなとは思うんですけども。そうですね、やっぱり一度吉永君とも対戦がやっぱりありましたし、相手サイドがいろいろな思いもあったり、作戦も練ってきたりっていうのは多分きっとあるとは思うんですけども、まあ、そこも踏まえて見てる観客の皆さんが新しい進化、やっぱり前田さんに教えていただいたその技技術、どういった形でこう試合で出せるかっていうところを見てもらいたいですね。はい、国内でね、やっぱりリングス所属という選手って本当に数少ない選手の一人だと思いますし、昔はやっぱりそれだけの時代を築いていったものがあると思うんですけども、まだ継承してるんだぞと、まだ前田明の血を、このイズムを持ってる選手がいて、これだけ頑張っているんだっていうところが、まあ、見せられたらいいなというふうに思いますね。はい、これ評価やね、評価やね。大丈夫です。これはすげえ。これはだってね、一回オープンしちゃったね、あっという間に広がって、通用しなくなるから。